第二次大金戦争は13世紀にモンゴル帝国と金帝国との間で行われた戦争。1230年から1234年まで行われ、この戦争で金は完全に滅亡した。1206年にチンギスカンによって建国されたモンゴル帝国は第一次大金戦争、またチンギスカンの生成によって一躍その名を ユーラシア諸国に轟かす大帝国となった。しかし、チンギスカンの時代のモンゴル帝国はひたすら征服戦争を行い続けたため、その国家体制は未だ盤石と言えず、チンギスカンが1227年に没するとその問題が表面化してきた。そこで、新帝、オホデーの政権は、未だ、黄河の南で名脈を保つ往年の大帝国金を、 滅ぼすことで政権の盤石さを固じしようとし、準備を始めた。一方、金も第一次大金戦争で著しくその力を落としたとはいえ、未だ30万の兵力を要し、同冠、海風を中心に守りを固めており、容易に倒せる相手ではなかった。そこで、モンゴル帝国は、新帝オゴデを中心として、トルイ、テムゲオッチギンなどの帝国の有力者が揃った。 一大作戦を計画した。モンゴル帝国の拡大。モンゴル帝国は1230年、モンゴル本土をチャガタイが預かり、右翼軍を取るいが、中軍を、新帝オホデイが、左翼軍を、テムゲオッチ銀がそれぞれ引いて、金領に攻め込んだ。オホデへ引きる中軍は、三世を降り、黄河を挟んで金軍と対峙し、時間稼ぎを行った。また、テムゲオッチ銀引きいる、 左翼軍はあえてゆっくりと行軍を行うことで、地元住民の恐怖を煽り、結果として、海風への避難民が急激に増加し、金軍は身動きが取れなくなった。一方、トルン率いる右翼軍は慶長を落とし、その後強行軍を重ねながらも、海風の南方に出て、モンゴル軍は北、東、南から海風を囲むことになった。そこで金軍が首都防衛のため、 やむなく、黄河南岸の軍を南下させたことで、戦局が大きく動き、オホデー率いる本隊は退去して、黄河を渡り、南下した、金軍主力は、トルイと退治した。トルイは、やもめゼながらも、ワンヤンチンオショを率いる金軍を、ミブサンの戦いで破り、この大敗によって金軍は抵抗の術をなくし、1234年に、滅びた。 一連の戦争で一番の功績を立てたのは右翼軍を率いたトルイだった。ところがトルイはミブンの戦いの後で死去した。この間のことを現状必死などの司書ではいずれもオゴデイの身代わりとなって死んだと記述しているためあまりに性望を高めたトルイを邪魔に思ったオゴデイ新政権が暴殺したという説もある。実際、この後モンゴル帝国ではオゴデイチャガ隊の領家が モンゴル帝国の中心になり政治を行ったため、トルイの死が両者の権力掌握にとって好都合だったことは確かなようである。一連の戦闘の結果、モンゴル帝国は大金戦争をほぼ完璧な形で終えたことで、新政権の基盤が盤石であることを示すこともできた。一方で、トルイの死によって、モンゴル帝国の中心はオゴデーチャガタイの領家に完全に移った。 後のバトゥの生成の時に、ジョチ家のバトゥトルイ家のモン家が、オゴデイ家のクユクチャガタイ家のブリと対立した演員は、この頃のオゴデイチャガタイ両家の栄達とジュチトルイ、両家の不遇という状況に求められるかもしれない。ありがとうございます。